心臓の病気で突然死するリスクを見たところ、週に1回サウナを利用する人と比べると週に2回から3回利用する人はリスクが 22% 低くなり、週に4回から7回の人は 63% 低くなる世界的に有名な研究が一つありまして、まあ今日はそれについてご紹介したいと思います。こんにちは、ステラメディックス代表獣医師でジャーナリスト星吉太郎と申します。で今日はサウナと健康との関係についての研究報告を紹介したいと思います。最近はサウナが人気になっていまして、サウナに頻繁に通われている方も多くなっているのかもしれません。サウナは健康にいいとは言われるんですけれども、どのようにいいのかっていうのは意外とそのデータとしてあまり知られていないのかもしれません。このサウナに関して世界的に有名な研究が一つありまして、まあ今日はそれについてご紹介したいと思います。これ2015年に論文誌で発表されている研究でして、フィンランドとアメリカ、イタリアの研究グループが報告した研究です。ジャマインターナルメディスンという米国医師会の内科版の医学誌で発表されたもので、世界的にも評価の高い学術誌で報告されたということもあって、国際的にも注目された研究でした。この内容というのは、サウナを利用する人で命に関わるような心血管疾患またはその死亡のリスクが低くなるという、まあ、そういう研究になっていました。心筋梗塞や脳卒中などをまとめて心血管疾患としていまして、まあ、それによって亡くなる人がそのサウナを利用する人利用しない人で、まあ、どれくらい変わるものなのか、またその死因に関わらずその死亡する人がサウナの利用によってどう変わるのかというのを分析した結果になっています。この研究はフィンランドの男性2315人を1984年から1989年の間をスタート地点として、平均で 20.7 年追跡調査するという、そういう研究です。サウナの利用状況についても聞いていまして、週に1回の人から2回から3回、4回から7回という、これ3つのグループに分けて、その後のその病気の発生状況や死亡の状況というのを比べました。心臓の病気で突然死するリスクを見たところ、週に1回サウナを利用する人と比べると、週に2回から3回利用する人はリスクが 22% 低くなり、週に4回から7回の人は 63% 低くなるということが分かりました。これは死亡に至るような心血管疾患にしても、死因を問わない死亡のリスクにしても同じような結果になっていました、まあ、さらに、まあ、サウナの入浴時間が伸びるほどにそのリスクが低下するようなことも見られて、研究グループとしてはサウナの入浴がそういった病気のリスクを低下させるような効果があるということを報告していました。このサウナの効果については継続的に研究は進められていまして、最近の研究でもこれサウナのような温熱療法というのが心臓や血管の健康にどのような影響を及ぼすかという研究報告がなされてまして、最近の研究で報告されているのは血圧を下げる効果があるということが報告されています。オーストラリアの研究グループはサウナに入ることで血圧を下げたり、あと動脈硬化や皮膚の微小な血管の機能を向上させるような効果があるということを報告しています。血圧を低下させたり動脈硬化を防いだりすることは心血管疾患を防ぐためには有効になりますので、これサウナの効果というのはこういった血圧だとか動脈硬化など血管の健康を高めるということが背景にあるのかもしれません。これまだ研究が続いているんですけれども、まあ、サウナはどうもこの血管の健康につながる可能性はあるのかなと思います。サウナを日々利用する方も多いかと思いますけれども、そのサウナの健康に対する効果を考えるときに、まあ、こんな研究報告を参考にしてはいかがでしょうか。今日の動画は以上です。日々動画を配信しておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様の評価が参考になりますので、高評価低評価どちらでも構いませんので、こちらのボタンを押していただけましたら幸いです。ありがとうございます。
ケースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。